会日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会、教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、東大阪の市長議員同時選挙が終わり、早いもんですね。もう23日が過ぎましたね。この現在役所でどのようなことになっているか、大方議員の会派のね、区分けはできたんですけども、なんと最初ね、3人会派であったところがね、1人その会派から出てね、また1人会派になった人がいるんですね。さあ、このようなことをしていますから、12月議会ね、12月に議会があるところにおいて、私が追及しております、市民にこうしておりますね。東大阪市水道局から私たち市民が払った水道料金35億円が消えてなくなっている。この35億円が消えてなくなっていることに対して、第4回定例会においてね、発表説明いたしますという、このような詫び状になっているんですね。さあ、この水道局の悪性不正をね、追及していた議員が9月の議員選挙をもってね、満期をもって定年されたんですね。退職、もうね、引退されたんですね。さあ、それまで建設水道委員会でね、追及していた議員がね、退職されたんでね、この議員が9月になったら辞めるからね、それまでなんとかね、引き延ばしして、詫び状だけ出して引き延ばししておけ、このような天の声が、命令があったのではないか。まことしやかに役所ではそのような声が届いていたんですね。そしてついにね、その議員はね、東大阪市役所からいなくなられたんですね。さあ、今度38名当選した議員ね、これからさまざまな委員会の役員改正があるんですね。まず議長、副議長をね、これを選任しなくてはなりませんね。おそらく今度は自由民主党と維新の会ね、大阪維新の会が議長席に手を挙げるんじゃないかなと思っているんですね。そしてある新聞によるとね、地方新聞によるとね、自由民主党公認が10名ね、一つの会派になったので、ね、ここから議長席でもね、手を挙げるだろうというようなニュアンスのことが書いてあるんですね。当然ですね、10人ね、そして10人会派で10人というのは、自由民主党ね、それと公明党も 10人なんですね。しかし長年、この4年間というものね、ほとんどが公明党がね、議長になってきたんですね。副議長もね、誰がなったか、副議長も2年連続、議長も2年連続。こんな議会はね、中核政令都市の議会でね、30人以上の議員がおるね、市でね、議長が2年間もね、議長席に同じ人物が座るっていうようなことはね、どこの世界においてもね、考えられないわけなんですね。自分が議長になりたいと言ってね、手を挙げる者がいないということは、仕事をしないということなんですね。
市民の代表であったはずの議員がね、これまでの4年間ね、進んで市民のためにね、行政に対して監視監督を行おうとする者がいなかったんですね。さあ、今も今日も私役所行っていましたがね、職員から聞こえてくるのはね、自由民主党がね、10人で改革見ましたけども、この人ら一体いつまでこの仲良しグループでいるんだろうな、ね、もっぱらこのようなね、職員がそういう声が上がっているんですね。事務局からしてもね、大体10人会派でね、ましてや自由民主党がね、第一党となって、第一党といっても公明党も10名ですからね。しかし以前はね、自由民主党議員だけでもね、なんと20人いてたんですね。だ、どういうことか言いますと、大阪維新の会が8名ですね。この8名の中に今長老と言われる一人会がね、自民党ね、党籍にはあるけどもね、無所属で当選されているね、長老がおられるけども、これ入れて9人。つまり大阪維新の会のね、支援者っていうのはほとんど自由民主党を応援しておられた方たちがね、あの維新の風において4年ほど前にね、大阪維新の会が東大阪にもその風が吹いて、そしてね、8名が当選したわけなんですね。さあ、議長選任ね、まだ今日もね、声が聞こえて上がってきておりません。つまり自由民主党から、いやいや維新の会から出るんかな。おそらく維新の会はもう4年間経験していますから、議長が取れなくても副議長にはね、手を挙げるんじゃないかなと思っているんですけどもね。さあ、これでね、議席の戦いなんですね。これさえもしようとしなかったらね、何のために議員になったかわからないわけなんですね。そして議長選任というのはね、よくに言われる、国会でもそうですね、根回しをしてね、裏で根回しをしてね、私がね、議長に手を挙げたいから協力してもらえませんかというような根回しをできるのは当然自由民主党や公明党ですね。共産党はこの度ね、本当にね、びっくりするぐらいですね。6名ね、一時東大阪ね、共産党だけでもね、11名ね、在籍していた時があったんですね。それが市長選挙も立たれたんですよ、この度ね。市長選挙にも立候補してね、議員が6名ね、立候補したのに対してね、なんと現職の共産党議員まで落選したんですね。おそらく私が落選するのと現職ね、大阪維新の会やね、元議員ね、された人が落選するのではね、その落胆は計り知れないものがあるんじゃないかなと思うんですね。私の場合は落選はしましたけどもね、市民からのね、期待度、最低の投票率で840票いただいた、これにはね、私はね、この人たちのためにも、そしてね、この東大阪50万市民のためにもね、あ、いつもね、悪政不正を広報していたけども、選挙のためもこんなことを言ってね、広報していたけども、やっぱりこの赤い車がね、このような悪政不正を暴いてくれたんだな、こういうことをね、できるように私はね、頑張っていこうと思っているんですね。そしてこれからね、市政情報化ね、さまざまな問題がこれね、リーク来てるわけなんですね。この前ね、あのゴミ収集車ありますね。このゴミ収集車のね、水曜日は東大阪はね、瓶と缶、空き缶の日なんですね、収集する。
ところが、そのよくね、全国でこのような問題が勃発していますね。あのゴミ収集車にね、例えばスプレーの缶ね、これをね、市民が袋に入れて出して、それを収集車の人がね、パッカー車に入れてね、それが爆発したということはね、よく耳にしておりましたね。この東大阪でも何回かあったらしいんですね。そして爆発したら当然中はね、様々なゴミのね、一緒に捨てますからね、あってはならないね、市民が気をつけて、例えばよく言われますね、あのこの前どこでしたかね、あの不動産屋ね、があの匂い消しのスプレーをね、スプレーをお客さん案内するときにね、よく匂いがこもっているところにスプレーを吹いてね、やってたとね、それを一つの部屋でね、穴を開けるために、廃棄するために穴を開けていたとね、そしてその東京でしたかね、ビルの2階でね、大爆発が起こってね、あの空き缶ね、100本近い空き缶に穴を開けていて、そのガス抜きをやっていたね、こういう事件がありましたね。これがパッカー車、あのゴミ収集車のパッカー車の中で何回か起こっているらしいんですね。しかし私たちね、市民が出してそれをね、ゴミ収集車の作業員がね、そのパッカー車に入れて爆発したんであればね、これは役所は市民にね、全ての被害者とか市民にね、知らせてね、このようなことがこの地区で起こりましたとね、ですから絶対にそのね、スプレー缶は一緒にはね、出さないで、出すときにはガス抜きを出してから出してくださいね、このように喚起しなければなりませんね。要するに啓蒙ね、皆さんに知らせると、市政だよりなりね、そしてゴミの日のね、あの月曜火曜水曜、いろんなね、このゴミ施設、都市清掃施設組合からね、その表があるんですね。その表の中にどのような形のものはね、出せますと、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、リサイクルゴミね、そして当然瓶とかね、空き缶はこれね、資源ゴミね、リサイクルで缶なんかは使えるわけなんですね。しかしね、このスプレー缶をパッカー車に入れて、パッカー車が中で爆発してね、そして炎上したと。どこへ走っていったかと言ったらね、当然燃えてますから、近くの消防署へ走っていったらしいんですね。そして消防車も慌ててね、どうも私もパッカー車よく知りませんがね、どうも上の蓋が開くらしいんですね。それを開けずにカッターでどっか横かどっか切ったらしいんですね。さあここでね、この何でもそうですね、危機管理ね、何回もそういうことが全国で起こっているとにもかかわらずね、そのような時の対応策ですね、していないんですね。だからこの危機管理っていうのが全てにおいて欠落しているんですね。この被害者とかのね、行政だけではないと思うんですね。ならばそのようなこの危険が発生したのであればね、必ずね、報告して市民にね、このようなね、瓶缶の時にはね、スプレー缶はね、絶対ね、そのままでは捨てないでくださいと、出さないでくださいと、このように広報するのがね、広報課ではないんですかね、広報課っていうのがあるんですよ。ね、
これも、ね、この5年間で、ね、公共工事、ね、例えばゴミでもあり、ね、そして市が発注した現場でね、どのような事故が発生しているか、ね、そして、どのような、ね、対策が講じられたのか、それをね、開示請求しようと思うんですね。水廃ゴミ焼却場にね、ゴミを持って行って、ね、私も長年便利をしていますから、あったんですね。これは、今ね、これも古い話なんですけどね、20年ほど前に、ね、20年もうちょっと前ですかね、大阪市内の方でね、家の片付け、空き家の片付けを言われたわけなんですよね。それ商店街でした。商店街の中で、ね、長いことをね、これがね、病院だったんですね。個人の医院の、ね、お家だったんですね。そしてそこの、ね、要するに、お父さんがお医者さんで、そこで長年ね、病院をやっておられましたと。しかし、もうね、親父も亡くなって、ね、長いこと10年以上掘って、ね、掘ったらしとったんで、これをちゃんとしてね、中のものを全部ね、処分したいんですよ。言って来られたんですね。そして、私がね、うちの従業員と一緒に行って、すべて片付けていたときにね、なんと、床下からね、瓶、要するに薬品ですね。10本ぐらいの薬品がね、要するにその、下の収納箱っていうのがあってね、ここが診察室だったんですよと言ってね、教えていただいたところに、ちょっとね、薬品が入ってるんですよと。ね、言われたんですね。そして、薬品なんかはね、当然別口で、ね、どこにでも、ここでも掘ったらダメなんですね。どういう形でね、やったか、産廃産業廃棄物のところに行って、ね、そのね、社長と話して、ね、だ、道村さん、うち持ってきてくださいと。ね、うちの方でね、処分しますからと、別個で持ってきてくださいねって言われたんで、ね、当然、ね、ケースに入れて一個ずつね、割れないようにして、ほんで、持って、ゴミと一緒に別個に積んでね、持って行ったわけなんですね、処分場に。ね、普通の民間のね、中間処理場っていうところへね、持って行ったんですよ。そうしたところがね、すべて、そのね、中のゴミをね、産廃場に捨てて、ね、そして横にあった、ね、その薬ですね、瓶に入っとったようなね、古い、ね、要するに高さは15センチぐらいのね、瓶が10個ぐらいあったんですね。で、それをそこのね、ゴミ屋さんの、ね、従業員が、ね、ゴミのあるところのね、横に、ね、土がありましたんで、そっち向いてね、その10本をバーンと投げられたんですよ。ね。そしたら割れてね、なんと、火災が発生、火が出たんですね。このようなことがあってね、当然、そのゴミ屋さんなんかは、ね、横にホースとか全部ありますんで、それびっくりしてね、ほんで慌てて、ね、火がついた横ゴミですから、ね、そこへね、慌ててね、水をかけたことがね、あったんですね、20数年前にね。というのは、もし私がね、それを知らずに、ね、別に分けずに、ゴミと一緒にね、やって積みながら、それをね、選別せずに、その車の上で割ってね、やっとったら、ね、これ走っとる間にね、車火災が発生したんじゃないかな、と。ね、本当にね、びっくりしたことがあったんですね。今のね、世の中で、日本全国で、そのパッカー車、ね、いうものに、空き缶、ね、ビールの缶とか、ね、コーヒーの缶なんかはね、今一瞬にしてね、この東大阪に出すでしょう、水曜日に。アルミの缶なんかは、出して、ものの5分もしないうちに消えていくんですね。平井屋が来て、ね、朝の4時ぐらいからですよ。
ね、そしてこの連中らはどうもね、在日の連中みたいなんですね。この連中らが朝ね、4時ぐらいから自転車でね、出している空き缶とかそういうのをね、全部拾っていってね、売ってるんですね。業者がね、ね、そして鉄とかね、フライパンとかああいうのあります、あんなも全部ね、根こそぎ拾っていくわけなんですね。そういうリサイクル法がね、あるにもかかわらず、ゴミの日が決まっていて、敏感の時にね、そういう事故があったと。しかし誰も知らないんですね。発表もしていないんですね。そして水灰のゴミ焼却場でもね、火災が発生したらしいんですね。要するにあのゴミ焼却場、私が今お話した通りに何か薬品が入っていたんじゃないかなとね、それをね、一緒にパッカー車が出してね、割れたためにそれから火が出たんじゃないかなね、そういうことがあったらね、行政はね、隠蔽しているんですね。当然火事ですからね、消防署には電話入れますね。で、消防署が来とったとね、しかし何の発表もされていないんですね。穏便に、要するにね、焼却場で起こったことはね、誰かがね、怪我をしたというね、ニュースも飛び込んできているんですね。ですから私はね、このようなね、一線でね、ゴミ収集の作業をされている人たちね、そういう人たちの安全のためにもね、もっと市民がね、選別のことをきっちりして、それをするには行政がね、指導してね、こういうものは一緒に捨ててはダメですよということを知らせないとね、あった事故を隠蔽していてたらね、そうでしょ。これがね、行政というものは都合の悪いものは全て隠すんですね。こういう今東大阪で起こっている、おそらくよその市町村でもね、行政でね、起こった事故事件ね、隠蔽する、そうですね、隠すね、これがね、改ざん隠蔽ね、虚偽な証言ありますね。そして公文書なんかでも平気でね、改ざんするんですよね。明日行ってね、今言った中からね、全てのね、業者の今まで5年間でどのようなね、公共的工事でもそうですね、発注されたその中で事件や事故が起こったのか、これを開示請求しようと思うんですね。しかし役所にね、その課に出してもね、この連中らは隠蔽しているんで、当然文章がありませんね、そのような事件は、該当する事件はありませんでしたと、こういうの出てくるのはもう分かっているんですね。ところがね、ここで私が皆さんに言うわけにはいきませんが、これでも調べる方法があるんですよ。ね、私は様々な開示請求を行っていますから、なんでこんなものがな、堂村さん手に入りますの？そういうね、開示請求のやり方があるんですよ。ね、表で隠蔽しようとするものはね、防御ですね。防御するものは必死ですね。必死になればなるほどね、ボロが出るんですよ。ね、例えばこういうことですね。例えば高いね、上に3メーターの塀がある。ね、どうしても向こうへね、飛び越えてね、早く行きたいと。ね、3メーターの塀をね、どうして登ろうかと、向こうへ越えようかと。ね、そしたら棒高跳びでもいいからと、ね、棒高跳びで越える人もおりますね。しかしなかなかその棒も見つからない、ね、どうしたもんかと。
ね、どっからかはしごをね、見つけてこうか、はしごもないですね。何をするか。ね。さあ、そしたら、ね、向こうの塀の向こうには何があるかもわかりませんね。そうしたときに、そこらにある、ね、板切れとか木切れを拾ってきて、上は3メーターでも、下は3メーターも入ってませんね。下はひょっとしたら1メーター。ひょっとしたら60センチ1メーターもないかわかりませんね。ならば下を掘った方が安全ですね。何もわからずに3メーターのとこ飛び越えてバザッと行ったら、ね、板に逆さに釘がね、よくありましたね。あの若い頃ね、福井県の若狭、あの問題になっているね、あの関連のある若狭湾にね、よく泳ぎに行ったんですよ。その時にね、今の話ですけども、昔ね、スイカ泥棒、ね、国道27号線走って行ったらね、途中の福井の敦賀に行くまでにね、右か左かにね、スイカ畑があるんですよ。ね、夜、ね、東電、夏ですから、スイカがあるスイカ畑が分かった。そこをね、教えてもらったんですよ。絶対に、ね、よその畑だからといって、スイカ畑だといってね、飛び降りて畑に入ったらえらい目に遭うよと。ね。というのは、ね、百姓屋さんはどうしてるか言うたら、ね、板に、ね、俗に言われるごっすん釘っていうのを打って、ね、そこら中にこう板に打ってね、土手よりも、ね、1メーター、50、2メーターまで行かなくても、1メーター50、すぐには落ちたらね、大変ですから、間違って、ね、夜、ね、小便しようと思って落ちてる人もいてるから、その近くじゃないと。土手から1メーター50か2メーターのところにね、逆さに向けて、ね、スイカ畑に釘打った板をね、逆さまにして、ザーッと道路のね、横に並べていると。だから、よそのスイカを取りに行くときは夜、ね、絶対飛んで、畑に入ったら、えらい目に遭うよと。ね、何人か、ね、その逆さに向いた釘を飛んだために、ね、足で踏みつけて、しかし言い訳はできませんね。2メーター先ですよ。よその畑の中の、スイカを取りに行って、ね、飛んで取ろうと思ったから、ね、逆さまに打った釘が足にバザーッと刺さるわけなんですね。こういうことをね、教えてくれたんですよ。福井県の同僚が。ね。だから、そっと入りなさいと。取るときは。ね。そういうね、ことまで昔はね、教えてくれたんですよ。スイカ泥棒なんかね、本当に自分の家にもね、いっぱい、ね、小学生の頃ありましたよ。ね。しかし、あまりにもそういうね、通りで悪いことするもんで、ね、そういうことがありました。ね、そして今の、ね、この、私たちのね、日本で、ね、何が起こるとしてんのか、今めでたき、ね、昨日ね、本当にめでたい、この綺麗な、ね、もう一度、これね、新聞にね、本当に美しい、ね、金城陛下、五稜陛下のね、この写真ね、本当に美しいですね。これをね、この来月の10日まで、また今年いっぱいもみんなでね、本当に祝いおうではありませんか。こんばんはね、取り留めのない話をしました。また明日お会いしましょう。こんばん、これで失礼します。ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。